しいチキンカレーを作っちゃうよ。おお。はずよ。私をもっと可愛く撮るの。可愛く撮っておくれ。撮ってないよ。可愛く、いつになったら撮ってくれるの？私の可愛い様子。よいしょ。撮ってる？撮んないよ。なんで？早く撮ってくんない？全然撮らないじゃん。うん。早く、玉ねぎむき終わっちゃうんですけど。いつになったら撮ってくれるの？今から撮る。ああ、なんかカビ生えてるんだけど。今から撮る。撮って。ああ、何これ、おしまいだ。フライパンなんか切り落としの刑だね。ああ。カビなのかカビじゃないのか発見してました。撮ってないよ。なんで撮らないの？撮って。だってさ、あんまり角度が良くないんだよ。撮って。角度が良くない。ほら、真っ暗からなんだから。角度が良くないの。早く撮って。なら撮らないよ。汚いね、この玉ねぎちゃんってば。あんたどっから来たの、ほんと。地球じゃないね、あんた。土星から来たとしか思えないよ。ああ、こんな真っ黒な玉ねぎちゃんったら。どんな行いをしたらこうなるのかしら。親の顔が見てみたいってところがね。ここはもう、さよなら三角って感じだよね。こんなことになったらもう。なんて言ってた。うん。宣言って書いてあったでしょ？撮ってる？おしまい。カメラマン兼レシピ、エンディアゲ、しりしり係だからね。玉ねぎってどうせ炒めるからもうさ、これで何ぶっこんでいけばいいか。ね、どうしよう。テレレレレテレテテ、火強かったか。ね、もも肉は、うん、あの40分ぐらい下味つけるって書いてあります。じゃあもも肉からどうかったのかな。はい、やっぱオリーブオイルで、ね、炒めればいいの。はい、たまたま。え、切って取ってるの、あんたってば。最初にローリエを入れって書いてあるよ。ローリエ炒めんの。鍋にオリーブオイルをひき、カルダモンの種、ローリエを入れて香りをつける。ローリエ何枚？ローリエ5枚。わん、あ、すごいいい匂いするね。5枚、はい。カルダモン種種ないんだよね、うん、種ないや。はい、種はないけど、あのさ、フリーフリーフリーのやつ、あった。これ入れるよね。あんたはさ、取りながらレシピを見ながら混ぜたらいいんじゃないかしら。やだ。私は切っていくよ。焦がしちゃいけないんです。そうなんです。玉ねぎ 3,40 分炒めるって書いてあるよ。やばくない？マジガス代なんだけど。そんなことしてらんないので、味加減でいきます。ガス代だけで1000円いくんじゃない？そんなもんですからね。大変な目に遭うよ。焦がしちゃいけないんだよ。ねえ、まゆこちゃんね、なんか、うん、君って本当に器用なやつだね。なんだっけ名前。長沢。あ、長沢ちゃんだ。ずっとさ、玉ねぎをさ、これ剥きながら思ったんですよ。なんだっけ、なんだっけ、と思って。いいね、あんたさすが、混ぜれる女だね。でもこっちどうなってるか知らない、カメラは。カメラも集中して。ここに固定なんで、ちょっと来てね。映りに行くよ。はい。そして。40分、今42分でしょ。
20分まで炒めるってこと？玉ねぎを？そうだよ。でちょうどいいじゃん。その後にさ、チキンをさ、なんかさ、やっぱなんか炒めた方が美味しくなるんだよ、カレーっていうのは。玉ねぎを、はい、いっぱい炒めた方が、はい、誰が言ったのそれは？篠原涼子ですね。絶対料理しないさ。篠原涼子？してたらどうしよう。するでしょ。女優は料理はしないんだよ。篠原涼子？するよ。だって知ってんの？派遣の頻拍で行ってたよ。あ、そうなの？これは失礼どっこいしょ。ドラマの設定でね。設定かい。はい。じゃあわかんない。プライベート？プライベートしないか。するって言ってたよ。あ、そうなの？すごいね。あれでメレンゲの気持ち。忙しいのにさ、絶対さ超多忙じゃない。一日睡眠時間 3,4 時間なのにさ、料理できるってすごくない？私睡眠時間はさ一日8時間だけど料理しないもんね。はい。すごくない？あのチキン入りますかね？チキンはね入ればいいかなっていう願望があるけど、まあ、入んなかったら入んなかったで、たまに食べても美味しいんじゃない？ただしのスパイシー玉ねぎカレー、チキンカレーなのに鍋がちっちゃいんだよ。鍋ちっちゃいよね。2組分ける？1組2組いやだ、じゃあもう学級閉鎖です。いいの、横側しか取れないよ。正面がいいか。こうすればいい。可愛くないけど。可愛いって言って。可愛いプリティがある。久しぶりにさ、左手疲れたな。右にすればいいじゃん。右にしたらいいじゃん。左手が疲れたのから右にすればいいのさ。誰のギャグパクったの？え、松陰寺さん言いそうじゃない？左手が疲れたなら右手にすればいい。あ、顔全然映ってなかったよ今。言いそう。本当に指切れた。千切りじゃない？ぶち込め、ぶち込め。ねえねえ、なんかここの目下のさとこ取ってほしいんだけどさ。え、そうなの？どうせなんか痛まっちゃえばさ。だって分かれてくれないよ。え、なんかもう弱ってきたところをさ、えってこじけばいいんだよ。あー、左手疲れたな。右手にすり替えればいい。よし。顔映ってないよ。なんで顔、可愛い顔をしっかり映してくれなきゃ話にならないよって感じ。整形したからね、今日。そうだね。そう、今日したばっかだからね。違うよ、2週間経つの。2週間、そう、ダウンタイムね。そう。OK だから。さあ、どこを整形したでしょうか。なんで無視するの？私に言ったの？そうだよ。あの画面越しに言ったんかと思ってたら。ねえ、あんたに問題。知ってるよ。ね、これチキンの居場所がないね。ちょっと。でも炒まればさ、傘がさ、サウナーサンプルになるんじゃないの？うーん、ちょっと多いね。あ、牛乳パーティーと。待って、チキンこれでしょ？すごい、あんたできるもんな。皮をさ、取るって書いてたじゃん、これ。うん、皮を焼いて食べよう。串焼きにしよう。皮？いいよ。うん。どうするか。皮剥ぎ。皮剥ぎっているよね、なんか、お化けで。魚？魚か。俺、お化けじゃなかったっけ、皮剥ぎって。皮剥ぎババアとかいなかったっけ。え？砂かけか。うん、砂かけババア。なんか。あ、どうも。6でいいよね。いい。皮を剥いだ鶏肉を酢と醤油と醤油じゃないよ、と砂糖じゃないよ、生姜と生姜とニンニクと豆酢の、なんでさ醤油となんか言いたくなっちゃったんだよね、そうやって。酢と生姜とニンニクの池にドボンと落としていきます。こんなに大きくていいかな。大きすぎ。さすがに、さすがのアボクチンも大きいって感じ。うん、でもいいもん。でも大きい方がずっと美味しくない？うん、いいよ。だってさ、これチキン肉よってぐらいちっちゃいとさ、なんか寂しいって涙が出ちゃうよ、僕は、うん、僕は
僕は嫌だ。包丁が全然切れないんだけど、これ何事？包丁先生おいね、これがメニュー。アメールちゃん、マイスカワちゃん、クリカワちゃんも焼いてるよ。トマト、イン、イントマト。いけいけ、ゴーゴー、いけゴーゴー。トマトがないから、ミニトマトで代用。クリカワは、いい感じ。大さじ1？はい。でも全部大さじ1ずつだからさ、うん、なんかのもろもろのスパイスはないからしょうがないっていう部分はあるから、まあそれで一回収めてください。チキンきちんと投入。あーい、パンパンですね、お姉さん。水入る隙間ありますか？いい、ストップって言って。チョロ Q なんだけど。こんなもん？これで、はい。焼き鳥は、いい感じ。焼き鳥タイム。熱っ。カメラマンしてくれないから自分で撮るしかないね。熱そう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 。うわー、味がしない。味がしないじゃないか。隠し味、あー熱、飛んだ。隠し味入れたらいい。隠し味後でね、もうルーを、ルーというかもうこれでしょ。隠し味、隠し味入れちゃった。いいよ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 、しょうがないしょうがない。いいよいいよ、いいよ。味がしなかったんだもの。いいよ、入れてる。もうちょっと火弱い方がいいよね。止めてもいいか。いいよ。よし、もう一回味見しちゃおうっと。わかんない。サーちゃん来て。よし、これ一周でしょ。二周しちゃおう。練乳好きだからいっぱい入れちゃった。練乳カレー、これで美味しくなったかな。よし、味見しちゃうんだから。私ったら味見しちゃうんだから。混ざってないか、ちょっと。よし、うん、なんか足りない気がしちゃうんだよね。こんなもんか。何が足りないんだろう。これこれちゃう。なんか薄いんだよね、味が。肉減ってない？なんか食べた？肉減ったのよ、なんかね。はい、完成。うん、おいしいおいしい。お肉が柔らかいのが見せたね。うん、めっちゃうま。おいしかった。
一日寝かしちゃおっと。くるるるるるる。翌日朝が来たお。今日の朝ごはんは昨日作ったチキンスパイスチキンカレー。早速カメポジが決まらないね。これあか、いただきますかと。このさ、葉っぱってさ、出すものなのかな、これ。これ絶対食べれないから、ピッ。これは食べれないよね、きっと。いただきまーす。めっちゃうまっ。やっぱカレーはね、一晩寝かすと美味しいんだね。昨日もう全然味わかんなかったもん、なんか。味するんだか しないんだか全然わかんない。やっぱ寝かすと味が出てくるんだね。See you! パンちゃんにらめっこ始まるよー。さん、はい。チュッチュ、しめさばひ。